アイテム番号、SCP-57。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、サイト57が SCP-57 用施設として構築されましたが、これは SCP-57 の再配置は実行できないからです。大変都合のいいことに、建造物についての外的知識はどれもその発見時の環境から知れるものであり、それゆえ保安についての懸念は些細なものです。収容手続きとしては非認可のアクセスを妨害すること以外には必要ありません。すべての研究は、さらなる指定があるのでもなければルイス博士とウォルストン博士に委任されることになります。SCP-57 内に置かれたものは回収できないので、アクセスは最低2人の保護メンバーの認可を経て許可されることとなります。説明。SCP-57 は半地下の個室で、おおよそ高さ3メートル直径18メートルの円筒形をしています。貫入不可能な暗海色の石でできています。室内には天井から床まである平行6面体の石板が何ダースもあり、それらは SCP-57 が活性状態にある間様々な方向にスライドします。発見されたのは、の地下数メートルにおいてで、SCP の保護収容異常値建造中ののことでした。結果として、SCP はサイトにある別の場所に割り当てられました。入り口は北東方向に位置しています。誰か人間が入室したらドアが閉じ、室内の壁は、被験者が建造物の中で安全な経路を進み続けるよう常に注意しなくてはいけないような仕方で動きます。石板はゆっくりと開いたり閉じたりしますが、これは被験者が打ち負けるか疲れ果てるまで続き、その時が来たら SCP-57 は被験者を押し潰し、およそ20秒を空けて本来の不活性な状態に復帰します。このプロセスは SCP-57 内の被験者が生きている限り続き、何日も続くところまではわかっています。建造物の限界を軽量しようとさらなる試験を提案することは非推奨となっています。動物、機械、死体により試験をしたところそれらでは何も起きないとわかりました。生きて、呼吸している人間のみが SCP-57 に入室した際にこのプロセスを起動できます。事件57、1。建造物の発掘中、掘り出し作業ために財団が雇った作業員がの大体午前12、57に許可なく入室。建造物に入る宿は閉まり、鈍い鳴動が個室から漏れ出てきました。標準封鎖手続きが発動され、付近の職員はすべて撤退。遠隔操作部人探査機、ROV、が、安全に出来事の原因を判断し SCP-57 に存在し得る脅威を見積もる目的で準備されました。出来事の間中発せられた鳴動音を別にすれば、建造物の外部に特異な効果は何も観察されませんでした。翌日午前4、32に、SCP-57 は突然停止し、元々の状態に戻り、ドアは開放の位置に再び切り替わりました。午前5、32に、その一帯に安全宣言が出され、発掘作業はさらなる事件なしに完了しました。県の作業員を回収することはできませんでした。実験記録57、1。SCP-57 の内部探索を目的とする制御実験がルイス・ウォルトン寮博士によりに要求され、そのすぐ後で王御用議会により認可されました。P-1021 は博士たちとの間で信号を送受信できるラジオを装備しています。入室すると、建造物は予想通り D-1021 の背後で笛に閉じるという振る舞いを見せました。以下はルイス博士、ウォルストン博士、D-1021 の間での会話の書き起こしです。D-1021、おい、ドアが閉まるなんて聞いてないぞ。また開けられるんだよな、ブルっちまいそうな場所だな。ルイス博士、いやいや、言った通りに進んで周囲の状況を説明してくれるかな。D-1021、わかったよ、ああ、ここには石の柱がいっぱいあって、ずっと場所を入れ替えてる。俺は、ウォルストン博士、D-1021、君の状況は ?D-1021、うぜえ柱が俺にこそこそ近づいてきやがる。動き回って、並んで、それで、停止。ウォルストン博士、なんだ ?D-1021、後ろの柱がぴったり閉じた。前の奴らは間を開けて、嫌だぞこんなの。上主婦か、もうドアが見えねえよ。ルイス博士、平静を保って、柱に合わせて移動すればうまくいく。D-1021、突っ立ってたら、潰されちまうよ。動いてなくちゃ潰されちまうよ。
17秒の静寂、どんだけここでこうしてやいいんだよ。ボルトン博士、すぐ終わるよ、うまくやってる。動いてさえいればいい。P-1021、でもここで捕まったら、俺は、P-1021が過呼吸状態になり出す。俺は捕まって奴らは俺を潰すんだ、それで。ルイス博士、P-1、おい、聞け。自分をしっかり持て。最後には柱が君を出口に連れてってくれるだろうさ。気を楽にして続けてくれないかな。被験者は著しく落ち着く。P-1021。じゃあ、あるんだな、出口が、ありがてえ。ちょっとビビっちまったんだよ、今までない、無駄な会話を削除。ボルトン博士。はいはい、その調子で行けば君は全くもって大丈夫だよ。立派な仕事をしてるよ。これが終わりさえすれば君は問題なく釈放されるだろうよ。実験は事件もなく41分続く。この時点で D-1021 はまた著しく打ちひしがれ出す。D-1021。ここがどれくらい大きいかは外から見たんだ。俺はぐるぐる回ってるのか？ルイス博士。いやいや。柱の開く方に進み続けて。見つかるはずだよ、出口が。D-1021。出口なんじゃねえよ。てめえこのろくでなしのクソ野郎が俺のことは何はめて俺は今、ハマってるんじゃねえか。被験者は再び過呼吸になり出す。ボルトン博士。はめてなんかいないよ、D-1021。出口に向かい続けるか、さもなければ君は強制的に。D-1021。強制的にって何をだよ、てめえが俺にできることなんてねえし俺はくたばるんだ俺は死ぬんだ。ルイス博士。D-1021。混乱していたらただ状況は悪化するばかりだ。集中しろ。D-1021 は涙を流し出す。嘆き続けること以下2時間、彼は柱の間を通り抜け、どんな質問にも返答しない。最終的に、彼は嘆くのを止める。D-1021。つまりこういうことなんだな。深いため息、俺は死ぬんだ。もう止まって目を閉じるかな。そんな悪いもんじゃないかもしれないな。数分の静寂、できない。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 D-1021 は同じ言葉を数分繰り返し続ける。最終的に、彼の声は小さくなっていき、静寂が落ちる。ボルストン博士、D-1021? D-1021 は進むのをやめ、ゆっくり重い呼吸をしている。かすかなすすり泣きが聞き取れる。ボルストン博士、D-1021 言った通り部屋を進むんだ。D-1021、俺、D-1021 の優しいすすり泣きは突如打ち切られる。短く大きな衝突破砕音が通信喪失の前に聞こえる。奇妙なことに、D-1021 は出来事571で消失した発掘作業員の遺骸を見たという報告を何一つしていない。それと対応するかのように、D-1021 の遺骸の回収についても成果は上がっていない。このデータからはいかんとも結論し固く、結果的に SCP-57 のユークリッドへの細分類は保有されている。